ある新生児の母親は赤ちゃんの顔を見ると家に連れて帰るのを拒否してしまいました。他人と見た目が違うことでバカにされたり公平に扱ってもらえなかったりする厳しい世の中で、もしも家族にさえ受け入れてもらえなかったら。オーストラリアに住むロバート・ホーグの人生はそんな厳しい始まりでした。ところが50年後、彼は信じられないほど勇敢な人生を歩んでいたのです。5人目の子供であるロバートが生まれた時、母親の第一声は赤ちゃん大丈夫ですかでした。医師の答えはこうでした。大丈夫ではなさそうです。頭と足に異常が見られます。それを聞いた母親は1週間ロバートに会うことを拒否してしまいます。医師に説得され、ロバートに会いに行くことを決めた母親でしたが、赤ちゃんの顔はやはり受け入れられず、1週間後に一人で家に帰ってしまったのです。ロバートが生まれた当時、妊娠時の超音波検査は一般的ではなく、生まれるまで赤ちゃんの奇形は分かりませんでした。健康な赤ちゃんを4人産んでいた母は赤ちゃんに異常があることは知らず、ショックを受けていました。ロバートの症状による他の子供たちへの影響を心配した母は、1ヶ月ほど家族や友人、知り合いなどいろんな人に相談しますが、その結果ロバートを家に連れて帰ってくるかどうかは兄と姉たちの多数決で決まることになりました。子供たち全員がイエスと答えたことで、ロバートはようやく家に帰ってきますが、そこからの人生も過酷なものでした。ロバートの顔は腫瘍によって腫れ上がり、目は魚のように横に広がっていたため、この腫瘍を除去するための手術が行われますが、それによってロバートは鼻を失います。母と買い物に行けばジロジロと見つめられ、父とスイミングに行けばどうして鼻が潰れているのと聞かれます。ロバートが4歳になると医師がこう提案しました。学校に通う前に顔を普通に近づける手術をしてはどうでしょうか。これは40種類の外科手術なんですが。医師によると、その手術とはまず顔を切開し、V 字に頭蓋骨を切り取り、目を顔の前方に押し戻す。そして鼻がないため変形した足の指を切断し鼻を作るというものでした。驚く両親に医師はリスクを伝えます。出血多量になったり感染症にかかったり、手術が失敗する可能性もあります。そして 25% の確率で死亡するかもしれません。これに対し父親は、命の危険があるのにどうして見た目のためにそんな手術を受けさせなきゃいけないんだと言いますが、見た目の重要さを理解している母は手術を希望したため、二人は意見が対立してしまいます。ついに母親が、反対するなら私は出ていきますと言うと、父は渋々手術に同意し、そうしてロバートは手術を受けることになりました。それからロバートは14歳に再び手術の提案をされますが、その手術は目を近づけるため失明のリスクがありました。失明したら顔がまともになっても見れないじゃないか。この時両親はロバートに、もう14歳でもうすぐ大人になるんだから、手術をするかしないか自分で決めなさいと伝えました。14歳の少年にはあまりにも大きな決断でしたが、この時ロバートはありのままの自分の姿を受け入れることに決め、もう手術は受けないことにしたのです。ロバートは自分の奇形を憐れむのをやめ、そこから彼を挫折させるものはなくなりました。大人になったロバートはジャーナリストとしてキャリアを積み、そして元クイーンズランド州首相の政治顧問も務めました。そして30歳で結婚し、二人の娘の父親となりました。自分が親になった時、一度は自分を拒絶した母の気持ちが分かるようになったというロバート、30代後半になった時、自分の話をする時が来たと感じて政治顧問の仕事を離れました。そしてアグリーという本を出版し、世の中にはいろんな種類の人たちがいること、外見が違っていても問題ないこと、見た目がその人の本当の姿だと決めつけるべきではないことを伝えています。そして両親はロバートが生まれた時の気持ちを彼に正直に話してくれ、このことは彼が自分の立場を理解するのにとても役立ったんだそう。ロバートの話を取材した記者に対しても、母は息子を受け入れられなかったという事実を、これは他の女性にも起こることで
自然な反応だということを知っておくべきですと隠そうとはしませんでした。出生時にはいろいろあったものの、ロバートは家族全員が愛情があり思いやりもあった。悲しい時もあったけど、ハッピーエンドで終わる映画のような人生だよと話しています。ロバートがありのままの姿を受け入れ、堂々と生きる人生を選んだことは、彼の母が全てを正直に話し愛情を持って育ててくれたことが大きな影響を与えたのかもしれないですね。ではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。